度とかだとさ、ナックルの角度とかも変わったりする。あ、車の話坂戸店のコーナーです。今回はですね、 AJRT 初めての、グラベルの全日本ラリーカムイがやってくるというところで、ザーモーターランドに来ております。で、今日は実際、まあ、グラベル仕様に変更して、まあ、いろいろセットアップも含めて時間のない中で自分たちが、まあ、やらなきゃいけないこと、まあ、舗装は本庄サーキットで走って、まあ、車も知らない中で走ってたんで、まあ、とりあえず作動確認とかそっちの方が強かったですけど、まあ、今回は実際全日本ラリー選手権、今結構トヨタガズーレーシング、ルーキーレーシングとかなり接戦なので、まあ一戦一戦落とせない重要な戦いだなというところで、今回はですね、セットアップをもう少し煮詰めて、なるべく、そうですね、車両に無理させないように、しっかり勝ち切れるように、そんなセットアップをこれから、見つけてやっていきたいなというふうに思っているところでございます。はい、まあ、なのでこれから、まあ、実際テスト走行してどんな感じで、まあ、セットアップがまとまるのかというところも含めて、今日は一日やっていこうかなというふうに思います。ちなみにグラベルとターマックでどんなところが変わってますか？まず路面が違いますよね。舗装路と、まあ、未舗装路なんで、まあ、見てもらえば分かるんですけど、実際砂利道の上は走らなければいけなくて、まあ、グラベルなので、まあ、舗装ダンパーもものすごく短くなっていますし、長くなってますし、まあ、そういったところも全然セットアップも含めてまるっきりガラッと変わってしまうので、まあ、そこはちょっと いろいろと、まあ、合わせ込むにして上では大変なところではありますけど、まあ、しっかりやっていきたいなというふうに思います。高度とかだとさ、ナックルの角度とかも変わったりするの？ああ、その何だっけ、we'll be right back.
セットアップというか、まあ本来あるべきところに車のセットアップが出てないので、今それをどういう風にやればなんとか乗れる仕様になるのかなっていうのをちょっと今考えてます。はい、なんか前のめりになっちゃってるみたいな。だいぶ前のめりですね。20ミリ前のめりなんで、本当は前後で車高のあれがプラマイゼロにしとかないといけないんですけど、だいぶ前のめりになっちゃってるんで、ちょっと何が原因なのか見ないといけないかなっていうところですね。はい、そうなってるとどういうことが起こっちゃうというか、要はフロントに荷重が乗りすぎてるんで、そもそもコーナー曲がるときに曲がりづらいとか、そういったところでだいぶちょっと車としてのバランスがあまりにも悪すぎる。無事じゃありませんが、無事にテストが、終わりました。まあ正直全然まだまだ冷たいところとかあるんですけど、まあちょっとエンジンのマイレージとかいろいろパーツのマイレージ考えると、もう今日は、10キロも乗ってないですけど、それぐらいしかちょっと乗れない状況なので、まあグラベルでどんな感じで車が動くのかなっていうのが、まあ把握できただけでも、まあ今日来た甲斐があるのかなというところで、まあしっかり、来週からカムイですけども、まあ車がどれだけどのペースでちょっと自分も走れるのか、まあ4、5年ぶりのグラベルラリーになるので、まあもともと自分自身グラベルのドライバーではあるんですけども、また R5 とグループ N だとまた全然運転の仕方も違いますし、そこら辺もまるっきりガラッと変わってしまうので、まあしっかりそこら辺はそうですね、今回のあれを生かして、まあ、次にちょっといろいろセットアップもブレーキとかもいろいろ変えたので、まあ、それがいい方向に出ればいいかなというふうには思っています。ラリー北海道までちょっと連続で取らないといけないので、まあ、しっかり次の2戦で勝って、チャンピオン決められるように、まあ、いろいろ準備していきたいかなというふうに思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。お知らせがあります。この度、アヘッドモーターサービスでは新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。モータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちら。そうですね、まあ、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中で、モータースポーツをいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めて提案させていただいてるんですけども、うん、まあ、ぜひうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで。はい、そうですね、はい、本当にね、AJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとはね、テリー氏の車の話という、ね、そうですね、番組にもね、たくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験皆さんありますので、ぜひね、振るってご応募いただきたいところでございます、はい、そして、ブレス、お、はい、板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に、働いていただける仲間を募集しています。まあ、今もね、塗装部も板金部もね、稼働していますけれども、まあ、そうですね、はい、みんなでね、やっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、
一緒にですね楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらをクリックしてください。特に今年はですねチャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの位置になりませんか、はい、中古車買取ホット車買取専門店、高価査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取本舗で検索。車のことならアヘン。ガスタムカー中古車販売買取ならアヘン。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。